どうも。ああ、ゲラルト、調子はどうだ。服部から仕事の依頼だ。素晴らしい、ちょうど退屈していた。エルンスト・バンホルンの倉庫から木箱を拝借する。アンモニアの匂いがするらしい。いいだろう、バンホルンの倉庫の場所は知っている。仲間と言って周囲を探る。スタージョンの近くで会おう。よし、いつにする？もちろん日没後だ。そこで会おう。飲みすぎて耳から血が出たことがある。何があった？スケリッチの奴らがクリプルド・ケイトを乗っ取ったの。乗っ取った？どうやって？宿屋の主人を殴って、女たちを放り出して飲み始めた。昨日からずっとよ。きっと大きな仕事の成功を祝ってるんだわ。ああ、スケリッチ人らしいな。でもあんたは誠実そうだわ。助けて、乱暴者を追い出して。お金は少ないけど、みんなが出せばかなりの額になるわ。よし、なんとかしよう。本当？まだ世界には善人がいるのね。ついてきて。悪いな、お楽しみは別の場所でやれ。このお店はもうスケリッチの一部だ。ここはまだノビグラドのようだぞ。つまりノビグラドの規則が適用される。お前らはそれを破っている。何なんだ、静かに飲むことも許されんのか？少し楽しむことも。消えろ、スケリッチ人の怒りを味わう前にね。まとめて立ち去れ、行儀よくすぐにだ。うん、はい、みんな行くぞ。ユーランのやつも困ったことをしてくれたもんだ。よう、どうした？くそ、目が回る。本当にありがとう。私たちだけじゃ無理だった。お金は少ないの。足りるといいけど。十分だ。じゃあな。あなたと一緒だと安心だわ、ウィッチャーさん。よし、準備はいいな。入り口には守衛が一人だけだ。俺が面倒見よう。任せたぜ。俺の鼻じゃ目的の木箱は見つけられない。チョークで印をつけておいてくれ。その間に荷車を運び込んでおく。終わったらどうすればいい？倉庫から出てくれ。そうしたら俺たちが入っていく。おい、
お前は知ってるぞ。ドワーフの旦那、こいつが詐欺師の盗っ人野郎だ。ここで会ったら運の尽きだな。黙れ、彼のことは知ってる。ウィッチャーのゲラルトだ。やあウィッチャーさん。ウィッチャー、そういうことか。ドワーフの旦那、そいつの言うことを聞くな。呪いをかけてくるぞ。トロールと頭でも交換したのか。ヤーペンジグリンの友人は俺の友人だ。さあ俺が切れる前に消えろ。今すぐだ。アブラカダブラ、ホーカスポーカス。これはこれは、ウィッチャーさん、バンホルンの倉庫で何か探し物かい。俺の探し物はお前たちには関係ない。通してくれ。どうぞご自由に。このクズめ、誰の倉庫か分かっているのか。おいゲラルト、こいつがハットリが言ってたやつだ。クリーバーの飼い犬だ。スクルス、どうしてそんな魔術師と。ああなるほど、そういうことか。まったくやってくれたな。ハットリの指図か。産んだ直後に殺すべきだったと奴の母親に後悔させてやる。だがその前にお前らをカニの餌にしてやろう。義理の兄弟に手を出すな、豚野郎。殴っていいのは俺だけだ。兄弟、この北方人で床を拭いてやろうぜ。一緒にどうだ、ゲラルト。落ち着け、先に話をしたい。義理の兄弟を救わないと。行くぞ。俺たちならニルフガードも征服できそうだ。スクルス、実の兄弟のように愛してるぞ、このボサボサ野郎。仲直りしないか。もちろんだ。いい争いで得することなんてないだろう。俺を殴った野郎はどこだ。仲直りの邪魔をするつもりはないが、バンホルンはどうする。スケリッジに連れて行くよ。もうお前に迷惑はかけない。新たに事業を始めてみるかな。だがまずはハットリのところに木箱を持って行こう。ああ、俺も奴のところへ行かなくては。お前なんか気味が悪いな。うん。えへ、ー、
じゃあエイブヒア。ゲラルト、無事に戻ったか。ああ、調子はどうだ。最高さ。ヴァンホルンが去った以来、クリーバーは刀鍛冶に興味を示さなくなった。仕事場を燃やされないかと怯えながら剣を作るのはもう終わりさ。そりゃよかった。すごく嬉しいんだぞ。スクルスには世話にならなくて済むし、本当に好きなことに打ち込める。感謝している、ウィッチャー。これで特別なものを作ってくれるか。もちろん、そういう約束だ。何日かしたら新しい剣を受け取りに来てくれ。呆れたものね、あんな勢いでこの町に。バカな真似はするな。何をやってるんだ。このデュオインが若いエルフどもに打ったフィスティックが毒されてて、みんな死んでしまったんだ。嘘だ。私を始末して金を奪うのが狙いなんだ。助けてくれよ。お前は毒を打ったんだ。若者たちが痙攣しながら死んでいく姿をお前にも見せたかったよ。お前たちエルフは人間を嫌いして恨みを晴らそうとしてる。お前たちの文明が没落したのまで我々のせいにしやがって。黙れ、この毒殺マミ。その男が撃ったという証拠も、それが毒されていたという証拠もない。死なせるわけにはいかないな。ならばお前も死ねえ、バッドゲン。この場に出くわし邪魔する選択をしたことを後悔しろ。
さん。異端の本を捨てる最後のチャンスだ。聖なる炎を。何かご用かな。クラウンに両替したい通貨がある。ぴったりの場所に来たな。この町でうち以上の交換レートはないよ。大祭司様からの命令だ。魔術師をかくまう者は誰であっても本人と共に消える。おい、こら。ここで何してんの？ここをうろつくんじゃない！あいつは見たか？皮肉！お前の息子ジャストに完璧。何か用か。父親に似るといいな。ゾルタン。ゲラルト。シリの居場所が分かった。なら何をしている。早く迎えに行け。その前に仕事を頼んでおきたくてな。ケイアムルヘンに来てくれ。シリもそこへ連れて行く。すぐにワイルドハントが攻めてくるだろう。一緒に戦ってほしい。任せておけ。我が斧にかけて。ではケイアモルヘンで。ベセミルやエスキル、ランバートもに。これが永遠の炎に対する冒涜だ。あいつは見たよ。助かったぞ、ゲラルト。我々だけでは取り押さえられない。死神が迎えてきたぞ。どうした？話せるか？いいと思う。何の用だ？お前に頼むかどうかすら正直今も迷ってる。だが今は少しでも多くの助けが必要だ。頼み事か。面白い。話してみろ。もうすぐワイルドハントがケイアムルヘンに攻めてくる。奴らを撃退するためにあらゆる人材と物資が必要だ。ワイルドハント？そんな話を信じると思うのか。現実の話だ。悪夢でも冗談でもない。身を刺すような真実だ。悪いが今は自分の厄介事で手一杯だ。まだ損失を取り戻せていない。もちろんお前の働きが足りなかったせいだ。頼みを聞く義理はないな。話せるか？いいと思う。何の用だ？もう行かなければ。こっちもやることがある。じゃあな。
リビアのゲラルトは無事だったか。ケイアモルヘンで一緒に戦ってくれ。シリをそこに連れて行く。すぐにワイルドハントが現れる。長い付き合いだ。普段ならお前の頼みは断れない。だが今は問題を抱えてる。アジトはなくなり武器は届かない。おまけにベスは俺の胃に穴を開けようとしてる。少なくとも最後の問題を解決しないとどこにも行けない。なんだ白川とは。俺たちの指揮官と王を殺したって噂は本当か。あちこちに行ったんだろう。教えてほしいことだ。ノビグラドの女はあそこの毛をそるって邪魔なんだ白髪頭。ウィッチャーによ。
憎い化け物め。
ウーマにかけられた呪いの開示は簡単ではなかったが、イェネファーとウィッチャーたちはどうにかそれを成し遂げた。この世で最も醜い男の正体は人間ではなくエルフ、それもエルフの賢者だった。その名をアバラックと言った。彼はワイルドハントからシリを逃がすのを手伝い、シリを霧の島にかくまったエルフの魔術師本人だった。